残しています。町のメカニックに会いに行ってください。嘘でしょ。ローランドを助けてあげて。クリムゾンレイダーズだけじゃ歯が立たない。とにかく居場所を探しましょう。サンクチュアリ、ここはダール社のものだった最高線の上に作られた町なの。この星最後の安全地帯と言えるかもしれないわ。やっ、てめえ、ハイペリオンか。知ってるぜ。てめえら全員ロボットでゴミから鉄くずを漁って食ってんだろ。ローランドが消えた直後に襲ってくるって予想はついてたぜ。俺を殺しに来たってんなら言っておく、俺は命の限り戦うぜ。ちょっと待てよ。さてはお前、ハイペリオンのロボットじゃねえな。しかもボルトハンターじゃねえか。すんげえな。ボルトハンターっていや、ユニコーンみてえな珍獣だぜ。手を貸してくれんのか。クリムゾンレイダーズが話してたぜ。ローランドは俺に、もし奴がいなくなったらプラン B、 B はサンクチュアリーを離陸させて超クールな飛行都市に変えるの略な。そのプラン B に移るよう言ってたんだ。ここにある燃料電池とこのイリジウムを持ってけ。今日は仕事ねえよ。変換装置に差し込むんだ。それからブラックマーケットで燃料電池をもう一つ買ってくれ。イリジウムはそのためだ。ちなみにマーケットをやってるクレイジー R はやべえから気をつけろ。あいつうちの車を丸ごと食っちまったからな。ペリオンを潰してやってくれ。天気は上々、チャンスが転がってます。着慣れると足も困りますんでね。ウジヌ、エリマキトカゲ食わせろ。はい、チクッとしますよ。死にたくなければ私から何か買っておけ。選択だ、多分な。
失血なりを。死にかけた時は頼れるドクター Z を思い出そう。俺のあばらはゼリーみたいに脆いのさ。お前さんに殺しを依頼したいのは山々だが、あいにく殺したいものが思い浮かばんのだ。金銭さえ払えば私がきっちり命を救ってやるぞ。サンクチュアリのバンディット将軍、そちらにボルトハンターが到着したらしいな。引き渡せば賞金を出そう。次のガーマやらしくな。心配しなくて。俺をぶちのめすんだったらさっさとやってくれ。最新エースのオスです。ハイペリオントゥルースブロードキャスティングよりハンターヘルス。ありがとう。バンディットの都市サンクチュアリが勇気あるハイペリオン軍によって粉砕されたことをお伝えします。彼らはすでに内紛状態にあり、ハンサムジャックの誠意あふれる呼びかけにもかかわらず、犯罪と内乱によって自滅していったのです。わずかに残ったサンクチュアリの抵抗勢力も年内には完全に掃討される見込みです。また近々。まずはこいつを片付けますかね。ええ、もちろん商品のほとんどはこう。手に入れたものですが、どうぞお構いなく。ジャックにやられるのは時間の問題だ。ありません。そいつがあれば内臓が外に飛び出すことはない。気をつける。
買い戻しはできないかい？この銃壊れてるぞ。そんなはずは。壊れてなんて言いやせんぜ。なぜ俺を撃った？おいしい話がありますぜ。毎度どうも。グリムゾンレイダーズに入ろうってんならエレメンタル武器に慣れとくべきでは。実はピッカピカのマリワン製エレメンタル武器が入りましてね。よかったら試し撃ちを手伝ってくれませんか？それじゃ射撃場の方へ。まずはファイヤー系から行きましょうか。また寄ってください。お仲間にも宣伝よろしく。ファイヤー系の武器は生身の肉体には有効ですが、シールドには何の役。どっちにしようか。もう立ちます。いや、客ステーキみたく、いや、一番じゃない。このハイペリオンの犬ときたら、シールドが。程度で安全だと思ってます。ジャックに焦げるからこうなるんだ。武器武器で数発撃てばシールドなんてイチコロでさ。それから、このロボットみたく装甲を帯びた敵は高いダメージ耐性を持ちます。そんな時はコロッシブ系の武器です。では今度はスラグ武器のテストをしましょう。おっと、スラグ化すればこっちのもんだ。あとは簡単にとどめが刺せますよ。武器を変えて再度攻撃してみてください。スラグ化した後に武器を変えることで最大限のダメージを与えることができるんです。エレメンタル武器が欲しくなったらちょっとお金を出しておなじみの武器商人から買えばいいんでさ。うちは返品不可ですぜ。予防接種は済んでるだろうな。またの事故。気を抜くな。あなたのような人ならジャックも恐れるはずだわ。ハイペリオンめ、ボルトハンター君、無事で何よりだ。ブリーモング、ひどい名前だよ。第一、響きが良くない。年間を出す前にもっとマシな名前をつけたいものだ。
彼らの巣から何か持ち帰ってくれればそれを元にまともな学名をつけてやれるんだがね。に告げる。バンディットに偽装したハイペリオンのスパイがサンクチュアリを標的にしている。スリーホーンズを捜索し発見次第排除。可能なら目的を突き止めろ。いろいろと準備してたんだ。燃料電池とか他にもな。あいつお前にすんげえ会いたがってたぜ。クリムゾンレイダーズには新しい血が必要だし、血を流させるのは得意みたいだからな。何か買ってくれりゃ、こんな燃料電池はくれてやる。こいつのせいで指が2本も腐り打ちやがった。それから現金なんかよこすなよ。イリジウムだけだ。本当に買うやつがいたとはな。もう来んなよ。
でもいいからさっさと買っていけよ。あっち行け、あっち行けよ。最新ニュースだぞ。プロパガンダでいっぱいだ。サンクチュアリーがもともと最高戦だったってのは知ってるな。ダメか、くそ。いよいよローランドを探さねえとまずいぜ。あいつの司令室に行ってみな。何かメッセージを残してるかもしれねえ。ローランドからメッセージがあるぜ、ボルトハンター。絶好の商売日和ですな。いいものを使ってくださいよ。喜んでお金をいただきますよ。あんたがいればクリムゾンレイダーズは無敵だ。ボルトハンター、お前がこれを聞いているなら俺の身に何かが起こったということだろう。お前にはこの街を、いやこの惑星をジャックから守るために戦ってほしい。いざという時のための情報を金庫に残してある。全てお前の思ったように使え。幸運を祈る。精神状態は良くないけど研究は順調よ。今は特別仕事はないわ。幸い今のところあなたの手を借りる必要はなさそうよ。賞金稼ぎじゃねえか。さすがにまずいぜ。フロストバーンキャニオンに向かってくれ。ローランドを救出するんだ。もしローランドがファイヤーホークに捕まったなら彼の命が危ないわ。ローランドは友好的な戦い方を知っている。ハイペリオンに対抗するには彼の協力が不可欠よ。
ドニー・ビーの新曲は聞いたか？まあ。ジャックを止めるなんて無理だ。前に仕事があるぞ。ローランドの部下がこのハイペリオン社員をと捕まえたんだが、勢い余って肺がめちゃめちゃになっちまった。緊急手術が必要だ。お前さん、手術の助手をやれ。さてと、では胸骨のすぐ下を小さく切開するんだ。だが慎重にだぞ。冠動脈を傷つけるなよ。まあいいか。イリジウムのかけらか。全く何度言ったらわかるんだ。こんなもの飲み込んでも力なんて手には入らん。この破片はダメだ。不純物が残ってる。ブラックマーケットじゃ使えん。代わりといってはなんだが、町の反対側にいるタニスに届けてはどうだ。本物の学位も持ってるし、イリジウムにご執心だからな。
ところで仕事を探してるなら声をかけてくれ。ちょっと頼みがある。まだあの件は片付かないのか。例の仕事はどうなってる。引っ越し義務があるので言っておきますが、私は資格を持った医師じゃありません。シールドをお求めならこちらへ。みんな死ぬんじゃないぞ。ローランド、前も言ったけど、鍵を手に入れた以上、ジャックがボルトを開けるのは時間の問題よ。それから換気装置を何とかして、研究室がベーコン臭いの。わかる？ベーコンよ。科学的妄想の果てに、私はこんな仮説に到達したの。すなわち、ジャックとボルトの鍵とイリジウム、この3者はとても深いところでつながっている。手当てが必要になったらまた来るといい。破傷風など気にするほどのことじゃないさ。精神状態は良くないけど研究は順調よ。今は特別仕事はないわ。金が必要だろ。死にかけてるんだぞ。銃弾以外に銃口を残せるものなどあるだろうか。スリーホーンから来る患者の体にそういう不思議な銃創があってな。一つ現地に足を運んで、どんな武器でできる傷なのか調べてくれないか。私のライバルドッグマーシーがそういう武器を使ってるらしいんだ。傷を治すより作る方が好きなくせに、医師免許を持ってるからタチが悪い。なければ私から何か買っておけ。命を大事にな。もう死にそう？そんな時はこの私にお任せを。今度出血多量で死にかけた時は頼れるドクター。ボルトハンターだったらな。俺が人を撃つと。最新ニュースはどうだい？中傷記事も通常の記事。
臭いんだよ。クラップトラップ、何か買うか撃てるかさっさとしな。ありがたくねえな。そろそろ行けよ。こちらはハンサムジャックだ。君らをニューヘイブンから追い出し、リリスを殺した連中のボスだよ。聞けばサンクチュアリに逃げ込んだとか。いやはやおめでとう。死ぬのを何ヶ月か先送りできたな。私はな、これから忙しくなるんだ。イリジウムを採掘し、君のお友達のタニスがくれたボルトの鍵をチャージしなければならない。だから君らの優先順位はしばらく下の方だ。それではチャオ。